皆さんこんにちは。それではいよいよ13日目です。もうちょっとで終わりですね。今日覚えるフレーズはこれです。ソファソラソラ。結構音が高くなると、普段ホイッスルの音って高い音を吹くためには、低い音の時は楽だったのに、高音出そうと思うと結構難しいと思います。結構高い音を使うフレーズです。最初は綺麗にならないかもしれません。もしかしたら息の量が足りてなくて、こう音が低くなりすぎることもあります。ここはぜひ思い切って練習してみてください。で、小指をどこで使ってるのかっていうのもちゃんと見てください。というフレーズになります。これもゆっくりちゃんと丁寧に綺麗な音で鳴るように練習してみてください。ではこの辺も多分皆さんも問題ないと思いますので、 B パートも今まで覚えたところからつなげてみましょう。もう一回いきます。こういう音が鳴っちゃった時は、そこをよく練習しておいてください。一発撮りなのでね、そういうこともあります。でしょうか。ここまでつなげて吹くと、だいたいブレスの位置っていうのも自然と見えてくるかもしれません。またおいおいの動画で詳しく紹介しますが、僕はここまで長いフレーズになってくると、ここで息を吸いますね。まあ吹き始めの最初はもちろん息を吸って、今結構オーバーにやってますけど、しれしれ、というタイミングで息をしてます。でこのブレスの音も結構客観的に聞いてると、すごく目立つ音なので、まあ、聞こえにくいような静かに息をするっていうのも一つの手だし、まあ、息を吸って音が鳴っちゃうんだれば、それも音楽として聞いてもらえるように、例えば僕はもうそれも音符に置き換えて、し、しれしれって、決して、こう、息のタイミングが変だと、ちょっと不自然じゃないですか。なので、メロディーのラインに自然に沿うように、みたいな風にやってます。まあ、鼻で息を吸ってもいいのかもしれないけど、多分口でやった方がいいと思います。そして最初はちょっと抵抗ある方もいるかもしれませんが、よくこう息が続かないんですっていう人の、息継ぎを見てると、あまり口を開けてなかったりとか、ちゃんと息を吸い込んでない人も多いです。その時姿勢が悪かったりとかすると、息を深く入れることができません。で、早くなればなるほど、曲の早くなればなるほど、一瞬で息を吸わないといけないので、練習の時はゆっくり、みたいな、というようにちゃんとたっぷりと息を吸い込むっていうのを意識して練習するといいかと思います。じゃあ、いよいよ次の動画で最後となります。そこまで
ったら一回全部通しをしてみて、ちょっとずつ装飾音符を足してみたり、ブレスだったりリズムについてちょっと話をしてみようかと思います。この動画をどのくらいの人が見てるか分かりませんが、前回ダウンバイザサリーガーデンズの合奏動画を作ってみましたが、この11月はこのケッシュジグをせっかくこうやって取り上げて練習しているので、もしかしたら一緒にこの動画を見ながら練習している人もいるかもしれません。なので11月も合奏動画第2弾を入れましょう。このケッシュジグで募集をかけたいと思いますので、ぜひそれも目標に練習してみてください。また詳しくアナウンスしますが、11月の末までの応募にしたいと思います。そしてこの動画に合わせて吹いてくださいっていう動画も作るので、楽しみにしていてください。そして練習も頑張ってください。ではいよいよ次14日目ですね。また次の動画でお会いしましょう。では皆さん練習頑張ってください。できるようになってきたらつなげて練習してください。そして YouTube で他の人のいろんな演奏動画、 YouTube だけじゃなくても大丈夫、 iTunes とか Spotify とかでも大丈夫です。ザ・ケッシュジグ、いろんな人のバージョンを聞いてみてください。もし何か質問とかあったらコメント欄の方にお願いします。参考になってるよとか、いいよいいよねこの動画とか、何かそういうコメントもとても励みになるのでお願いします。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。